今日ね、ついにね、玉ねぎ植えようと思うんだけど、ちっちゃい。まあ、ほぼ失敗かな。まあ、できるだけ植えてみるけどもね、小さいです。そしてね、すごい枯れちゃいました、もう。こっちなんてもうほとんどないよ。こっちまでなんぼかあるけども、まあね、うん。ほら、この辺もほとんど枯れてしまって、で、おそらくこの原因は、9月に巻いたんだけども、その後、9月に35度以上の猛暑がね、2日間来たんだよね。すんごい暑くてさ、青森においてそんなに暑いってことは、まあ、ありえないぐらいのことでさ、それが起きてしまって、で、乾燥してしまって、水は当然あげたんだよ、いっぱいね。だけど、この土の容量ではすぐ乾いてしまって、1日3回、4回あげたんだけども、間に合わないでカラッカラになって枯れていきましたと思います。まあ、それでもね、なんかこう残ってくれたのあるんで、植えていきたいと思います。で、植える方法なんだけども、この白いところあるんだけど、ちょっと光で見づらいけどもね、白い部分が半分土に埋まるぐらい植えていきたいと思います。で、植える場所があそこね、前に肉植えてたところなんだけども、そこ片付けて、まあ、ビニールは再利用して、1年前のだけど、そのまんま再利用して植えていきたいと思います。で、苗をつまんで、端を刺して下からすくって、全部置きます。抜いて置いておきます。で、これをどんどん植えていくっていう感じで。で、土が取れなかったんだけども、地上部とちっちゃかったけども、根が結構伸びてるのよね、これ結構。ね、だからまあ、悪い苗ではないんじゃないかなと思います。結構よくできたと思う。ね。結構地上部に対して 1.5 倍ぐらい根っこがあるんで、こうやって見ていけばね。まあ根が伸びてれば OK かなと思います。で、自然農法全般に言えるのが、地上部をね、茎とか葉を伸ばすよりも先に根っこを伸ばすっていう育ち方をするんで、肥料が少ないから、まず根を伸ばして必要な栄養量を確保しようってことで根を伸ばす傾向にあるんで、それから地上部を伸ばすっていうのが、自然農法の作物全般に言えることなんで、そういうパターンなのかなと思います。はい、植え終わりましたね。結構意外とね、地上部がちっちゃいんだけども、だけどもね、さっき動画で見せたように根が長かったよね。自然農法ってさ、自然農法っていうか、まあ有機でもさ、肥料が少ないやつ、肥料の効きが悪いやつだと地上部が伸びなくて根っこをまず伸ばすっていう特性があってさ、どんな野菜でもね、これも地上部が弱いなと思って1週間ほど植えるのを遅らせたんだけども、根が伸びてたんだね、きっとね。もしかするとそれなりのものが取れるかもしれないね。このくらい300個ぐらい全部植えられたんで、まあ、これがね、冬雪の下になって、ここでも2メートルぐらい降るんで、その下になってそれが溶けて来年の初夏、春じゃねえな、初夏夏に取れると思うんで、まあその時また動画にできたらなと。気の長い栽培だよね。今10月だから、10月の頭なんで、10、11、12、1、2、3で半年以上10ヶ月ぐらいかかるのか、また。まあそのくらい待ってもらえればいいなと思います。こんな弱々しい苗がね、どこまで大きくなれるか、ミニ玉ねぎぐらいにはなってくれればいいなと思うんだけどね。まあちょっとこう楽しみに待ってきてもらえればね。こんないろいろ枯れてしまってさ、ちょっとひどい状態の苗、売ってるのと比べれば状態悪いかもしれないね。根っこは伸びてたけどさ、すごくね、3倍ぐらいになってたけども、あの地上部に比べて、それがどうなるかってことは、まあ10ヶ月後、お楽しみにしてください。どうしても気が長い企画になってしまうけれども、ね、まあ、チャンネル登録でもして気長に待ってもらえたらなと思います。